マクドナルド尼崎ヒューズモール店。はい、皆さんおはようございます。今日も朝がやってまいりました。というわけでですね、今日朝一でマクドナルドさん行ってまいりましたよ。なんでかっていうと、今日発売のこれ買ってきました、ビーフシチューパイ。去年に引き続き今年も売ってくれますよ。復活新発売っていうことでね。では早速これ食べていきたいと思いますけれども、もちろんこれは食べながら飲んでいきますよ。まずは今日もこれから。はい、今日のビールはこれ、キリン一番搾りですね。では早速いただきましょう。そしていつものように健康第一ジョッキについていきます。はい、泡めっちゃ少なめまあいいでしょう。ではいきます。全国の皆さん、ご一緒に乾杯しましょう。いきます。今日も朝から乾杯。うまい。やっぱり7時過ぎに飲むビールはうまいね。そんな感じです。はい、ではビーフシチューパイ食べていきたいと思います。これね、テイクアウトして、まあ作りたてなんでね、まだちょっとあったかいんやけど、せっかくなんでね、ビーフシチューパイやから、ビーフシチューは熱い方がうまいからね。今日も出てもらいますよ。今日も出ました、屋台横丁さん。これで焼いていきたいと思います。はい、開けましたよ。通常はこのまんまこうやって食べるんやろうけど、やっぱりあったかいけどちょっと冷め加減なんでね、やっぱりこれで焼いていきましょう。これで熱々になったらめっちゃうまいよ。熱い方がビールがうまなるからね。では少々お待ちください。はい、そろそろいい感じに熱々になったみたいなんで、食べていきたいと思いますよ。はい、いただきますけど、一旦食べやすいようにこれに入れとく。これでいただきますよ。はい、ではいただきます。おっ、熱々うまい。うまいけど口の中ちょっとやけどしたよ。うん、なんか煮込まれたシチューが入ってるっていう感じだね。うん、この湯気見えるかな？熱々。めっちゃビールが進むくん。はい、うまいのでもう一口いただきます。あ、うん、じっくり煮込んだっていう感じやね。うん、でホンドボーかな、それでなんかすごい深みのある味になってる。めっちゃうまいで
です。というところで今日の朝飲みはこの辺にしとくかな。熱いパイはビールに合う、それだけ言って今日も見てくれてありがとう。コメントとグッドボタンはお願いします。そこまで言ったら今日はここまで。残念無念、また次回も見てね。よろぴくー。